アレーナ・ポンチノバは、ブラジル・バイア州・サルバドールにある、サッカースタジアムである。2010年に取り壊された、エストディオ・オクテイビオ・マンガベーラの跡地に建設され、2013年には、コンフェデレーションズカップが、2014年には、フィファワールドカップの一部の試合が開催された。前身のスタジアムは2007年11月25日、ビラノバ FC に勝利し、 セリエ B 昇格を喜んだ6万5000人を超える EC バイーアのサポーターが飛び跳ねたりピッチに乱入したことで観客席が落下7名が死亡300名以上が負傷する事故が起きた11月初旬にブラジル国内29のスタジアムを調査したシナエンコという団体が老朽化が進んでいるスタジアムの危険性を指摘し完成後56年が経過していた 本地の場は最下位にランキングされたばかりだった。この事故の影響で翌日からスタジアムは閉鎖され、2010年に完全に取り壊された。サッカーの博物館やコンベンションセンター、レストランを合わせ持つ。デザインは同じ建築家が設計したこともあり、ドイツ分でスリーガハノーファー96のホームスタジアムオードアレーナを参考に設計された。 ありがとうございます。